フィリップ・ジェームズ・エドウィン・ピーブルスは、カナダ系アメリカ人理論物理学者であり、プリンストン大学、アルバート・アインシュタイン名誉教授を務める宇宙論研究者である。1970年以来、彼は世界を代表する理論宇宙論学者であると、広く認められており、宇宙初期における、ビッグバン元素合成、ダークマター、宇宙マイクロ波背景放射、 宇宙の大規模構造形成の理解に貢献した。彼の宇宙論研究への貢献に対し、2019年にノーベル物理学賞を受賞した。ピーブルスは、1935年4月25日に、カナダのマニトバ州ウィニペグで生まれ、マニトバ大学を卒業した。1958年秋に彼は、マニトバを去り、プリンストン大学に入学した。彼はここで、 ロバート・エイチ・ディッケに指示し、博士号を取得した。この後、彼は変わらず、プリンストン大学に在籍している。ピーブルスは、ビッグバン宇宙論に、多くの重要な貢献を果たした。ディッケや、その他の先駆者らとともに、ピーブルスは、宇宙マイクロ波背景放射の存在を予言した。ピーブルスは、ビッグバン元素合成、ダークマター、 ダークエネルギー研究への貢献だけでなく、1970年代から宇宙の大規模構造の研究で世界の戦闘を走っていた。少々の受賞にあたっては、彼は理論的にも観察的にも宇宙論におけるほとんど全ての現代的研究の基礎を築き、高度に関連的な分野を精密な科学へと変化させたことが受賞理由とされた。彼の三冊の教科書は、 この分野の標準的な参考文献となっている。ピーブルスは多くの基礎的かつ斬新な概念を導入し、これらは後の世代の研究者によって盛んに研究されている。例えば、1987年にピーブルスは初期宇宙の進化について、ラムダ、CDM モデルのようにエキゾチックな暗黒物質を必要としないプライマディアルイソクルガチアバリオンモデルを提唱した。 1970年代にはダークマター研究の基礎を作ることに貢献した。また、エレミアをストライカーと共に銀河形成の安定性に関するアストライカー、ピブルズ・クライテリオンを提唱した。ありがとうございます。